強めの、リバーパイオームであったと探しました。先ほど引いたガラス。どうも、マグニでございまーす。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。はい、久しぶりのこの、ね、我が村からのスタート。久しぶりだよね、これね。ということでございまして、いつ何を見てるんですか？何を見てるんですか？じゃなくて。はい、ですね、本日は、はい、皆様と一緒にですね、作り上げていきたい。そう、ドランドンドラップ作っていこうぞ、イエーイ、っていうことでですね、前の動画とかでも言ったと思うんですけども、ドラウンドトラップっていろいろあるんですけど、まあ、海底に作るやつとか、スポナ、ゾンビスポナを使って作るやつとか、いろいろあるんですが、一応ね、ゾンビスポナの場所みんなにはね、聞いてみたものの、なんか自分の記憶をたどるといつまで見とんだよ。いつまで。いろいろあるんですけど、私がね、ちょっとね、空中に水槽を作ってみたらどうかっていうふうに思っていたら、なんと、僕大好きイルマンゴーちゃんが空中に作るやつをやっていたので、それをね、私解説とともにゆっくり皆様とご一緒に材料集めから作り上げていくというシリーズを始めたいと思います。早速ね、今日できるとは限りませんが、なるべく早々に作りましてですね、皆様にそんだけで本日もやってまいりまーしょーた。ねえ、ゴーちゃん、今日もよろしくお願いしまーす。ですね、本日はですね、ドラウンドトラップをね、皆様と一緒に作っていこうという動画内容だとなっておりますが、ゴーちゃん的にいかがでしょうか。ゴー的に、ドラウンドトラップ、みんなで作るとか、別に、興味ない的な、私的に村人との時間がとても楽しく行えているだけに、まあ頑張れよとしか言えない、そんな気持ちでございます。さようか。砂、ガラスがね、めちゃくちゃいるんだよな。なので、あとね、ハーフブロック、石ハーフブロック、こいつもめちゃくちゃ大量にいる。でね、石ね、ハーフブロックをたくさん作らないといけないので、石を持ちまして、こんなもんでいいんじゃない。砂を取りに行きます。エンドの方にね、砂を取りに行きたいと思います。砂無限が、まあ、どうやらなんとかすりゃ動くみたいなんだけど、私の場所では砂無限動きませんので、あ、ちょっとガラスここにあるからもらっとこう。ガラス箱も作りましょうね。ファントムのあのやつで意外と回復しちゃったがために花火作っちゃいました。あ、早すぎ。来い。はい、ただいま。早すぎ。幻。じゃあここでね、砂をね、パスパス焼いて、次はね、現場探しです、皆さん。今回私が作ろうと思っているドラウンドトラップ、ドラウンドが、スポーンするのがオーシャンバイオーム、リバーバイオームなんですって。そのリバーバイオームの遥か上空で、トラップを作っていく、まあ、そんな形になると思っております。なるべくですね、拠点に近しいところのリバーバイオームが私はいいかなと思ってるんですが、こことかほらもうリバーなんですよ。作る際に、水をね、大量に流してい、くとか、そういうことが あるので、なるべく下にこう街がない場所で作っていきたい。まあ、この辺とかもリバーバイオームですよね。まあ、ここもリバーになると思うんですよ。ここはリバーだな。プレーンになってリバーになって、あ、リバーだ、リバーだ、リバーだ。はい、この辺り私がよくモブとの戦いを行っておりました。こちらで、いいんでねーかいってことです。ここ邪魔だな、これ邪魔だな、これ。ではですね、まず、作るにあたって、気をつけなければならない点からお話ししていきましょうか。リバーバイオームを含めた 47×47 のスペースが必要になってきます。リバーバイオーム結構広いじゃん、この感じ。結構リバー、あー、
あリバーの端っこまで探そうよってことですね。もうここフォレストになっちゃった。ここまでか。ほらこのリバーとフォレストの境目があるよね。石、焼き石でね枠作りしたいと思います。 47×47 なので、大丈夫だな。ほこの辺ですね。この辺を利用していきたいので、ここもプレインなんですよ。でここまで来るとリバーなので、まあ例えばここね、はい、こんな感じで枠作っていくとしましょう。結構ギリギリのところでね、リバーバイオームギリギリのところで今。ここもフォレストなんですよ皆さん。このスペースはもうフォレストなんですよ。ここでちょっとね、1マスこっちがもうリバーバイオーム、わかりますかね、わかりますかね。ここがね、このブロックリバーバイオーム、隣はフォレストね。でこの隣フォレストのところに今石ブロック置きました。はい、さっき置いたあっちも同様にそういう感じで置いております。 47×47 がこのね石の内側のスペースに必要となっ、あらあらめっちゃラグった。この石の内側に必要になってくるので、 49×49 のスペースを作っていくということになります。数えます。はい、まあ、しっかりその要するにリバーバイオームをこの 47×47 のスペースにどれぐらい入れ込んでいくかっていうのがすごい大事になってくるんで、はい、囲いました。この 49×49 のスペースのこの要するにここの間のマス目が 47×47 のスペースになってるわけですね。で、あとね真ん中を探さなければなりません。真ん中、中心、はい、ここが中心ですね。ここ中心になりますので、中心地付近はリバーバイオームじゃない方がいいなと。はい、なんでかっていうと、ここ真ん中さ、敵モブが集まってくる場所になってくるわけじゃないですか。敵モブが集まってくる場所の真上からドラウンドが出現してしまう、スポーンしてしまうとちょっと都合悪いんじゃないかと思うんですよ。真上から降りてこられると、ここにね亀の子卵を置くわけですから。よし、オッケー、もう一度中心を導き出して、ここだね、いよいよ上がっていきたいと思います。いくよいくよ、はい、いかにリバーバイオームがここの枠の中に入っているか、これも皆さんで考えて各々のワールドで適切な場所を探していただくのが一番いいとは思うんですけれども、あー限界コードやってまいりましたね。コード一番上から2マスを下げたところから、この場所でまた枠作り行っていきたいと思います。はい、49×49 のスペースをまた囲うことに成功いたしましたと。土とガラスを持って、もうガラスもないのか、あれシュルカがない、落としたか俺、お、あー落としてる、あっぶあっぶあっぶはい登ってまいりました。ではこのように F3 デバッグ情報を表示させつつ、リバーバイオームであるところを探しましょう。土を敷いていきます。はい、ここもリバーです、ここはリバーじゃないですねつって、あここリバーですねつって、あここもリバーじゃないですかつって、あリバーじゃんつって、ずっとリバーなんですねつって、あ結構リバーが続きます、リバーが、おーずーっとリバーが続いている。これはかなり広範囲の脇、スポットを、担保できるではないか。あプレイになっちゃった、これプレイになったらここはプレイなんだよな、でここリバーなんで、これでいいんですよ。こんなにもスペースあるんだよね、おやし、ここから3マスを削る、まあ、こんな感じでねどんどん土のスペースを増やしていくっていう。だからこう斜めになっておくのではなくって、こうやってねまっすぐになって置いていけば、そこがリバーなのかリバーじゃないのかっていうのがはっきりと分かるので、こういう置き方の方がいいかもしれない。わあここでプレイになった。ガラスのところでシフトをして後ろ下がるじゃないですか。で下見ると、要するにここのブロックではなく、その1個次のブロックのバイオームを表示してくれるので、ここでリバーと出ればブロックを置けばいいんですね。はい、土がもう足りなくなりました。黙々と作業を続けておりましたが、土が足りなくなりました。でも土はまだまだたくさんあるので、土ブロックをね引き切るぐらいまではね、なんとか今日の動画内でやりたいなと思っております。よいしょ、まあ今でねちょうど1時間10分ぐらい収録しております。これで一応全部
行けたんだとは思うんだけど、下降りて調べてみるわ。この辺が途切れてる感じしない？あ、途切れてる感じするな、あそこな。ほらほらほら、よかったよかったよかった、見っけた見っけた見っけた。つうわけでもうこれで十分ですね皆さんね。次はこのリバーバイオームの周りに、しっかりガラスを引いていくターンです。こうやってもう惜しみなく引いていきましょう。ご覧くださいませ、囲った、敷いたリバーバイオームの土の周りにガラスを引いていくっていうような感じですね。降りて、まずここの砂を回収しよう。ほう、はい、はい、ありがとう砂さん、ありがとう。はい、続きまして、バケツをね、出して、ここに、無限水源を1個作って、よいしょ、今日はここまでにしますね。無限水源を作る。はい、あとは、ここの土の上に全部水を引いていく。はい、この一面は全部引けました。あーはーぽー、よーし、あそこのちっちゃいとこだけどね。はい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 、オッケー。でこの下の土を全部取っていけば下に水がぐーっと流れていくっていうことをやっていくんですけど、この上にですね、ハーフブロックをガーッと引いていきたいんですよ、下付きのハーフブロックをグーッと引いていきたいんですけれども、順番的にそうだな、そのハーフブロックは最後って形の方がいいかもしれないですね。例えばですね、これ1個穴開けるじゃないですか、先ほど引いたガラスのところにこうブロックを、置いていくんですけど、まあ高さだよね、高さ。ここがこうして、ここに入る。ここに201の高さなんだよな。だからここにガラスを設置して、で、あそこを全部土取るじゃないですか。じゃあ水の滝がバーっとできるでしょ。で、その周りを囲っていく感じ、こう2列で。で、せっかくのこう高さを測るために引いた土を取ってからも今日終わりたいと思います。はい、というわけで、本日もご覧いただきましてありがとうございました。結構こんな大掛かりなトラップは初めて作るのではないかと思います。やはりね、 1.13 を心待ちにしていた理由がこの辺にもあるんですよ。トラップを作りたかったっていうね。はい、それでは本日誕生日の兄弟をクループチャレンジということで、今日は何しよっかな。まあとにかく降りてアイテム片付けてからかな。はい、今日はですね、ちょっと釣り機構を回してみましょうかね。この状態なら多分ファントムにも襲われることないと思うので、ちょっとしばらく回しますね。はい、戻ってまいりました。いかがかな。はい、おお、よかった。それでは本日誕生日の兄弟おめでとう。兄弟通信まいりましょう。遅くなりやした。また私、公開時間を
失敗し、遅れてしまって7時10分15分ぐらいになったんじゃないかな、公開が。いつも6時半なのにすいませんでした。シーランタンだしが忘れないんだよね。 俺も個人的にすごく気に入ってる部分なんで嬉しかったです。ありがとうございます。久しぶりだな、エリトランチャーの BGM、シーズン2でこの BGM が来ることを待ってました。ありがとうございます。はい、あの BGM いいよね。マグニーさん、昨日からイルカに昆布を与えているのですが、イルカに昆布を与えられません。焼きだらを与えているのに気づいてください。はい、それでは皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。明日はね、見えないか、あーいるねいるね、あれの続き行っていきたいと思います。よろしく、どうぞ。じゃあね、バイバーイ。